ども、妖怪三国志国取領図今回もやっていきます。今回はね、公式ツイッターの方で、告知があったんですけど、こっちにはねちょっとまだ告知はないんだけど、メンテナンスがね、今度、12月16日の2時から4時にあるんだけど、その内容がね、国取戦回収、そして新イベントの開催準備、そして新怪我者の開催準備、そして一部の小生ね、ランクの妖怪の能力の見直しということと、新規キャンペーンの開催準備ということで、なんか初心者応援パックリニューアルっていうのもあるんだけど、初心者応援パックリニューアルってなんかあるんだ。一応国取りはね、アメミキサーじゃない、なんだっけアメミキサーじゃないよ、ミニシェルターがね10分に短縮されたりね、同じ国で連続使用禁止になったりするということ、あとはね、スタイル補正に国ダメージ追加、軍港ね獲得しやすく調整される、まあ自制力でもねゲットできた方がいいよね、なんかというのはあるんですけど、一応ね公式ツイッターでね、出てる情報をちょろっとね教えます。なんとね、フユニャンがね、まあ、ジバニャン劉備悪いがお前が送った招待状を預からせてもらったということで、なんとねストーリーモードが追加されるようです。久しぶりなんですけどね、まあ裏メニューできる、裏っていうかね、あの公式生放送の時に、裏メニューというかね、今の天下統一の、もう一個ね、っていう話があったと思うんですけどね、1月なのかなって思ってたけど、12月にねもうできたということであればかなりね素晴らしいということでありがたいですね。でもどうなんだろうな、天下統一が追加っていうことよりは、まあ、ストーリーモードクリスマスイベントということでね、ストーリーモード追加ってことなんで、これに裏メニューが作られるのかどうなのか、もしくはね、以前のね、まあ、だいぶ古いイベント、もう初期の初期、例えば、そうだな、ここにはないのか、吹雪姫がね、初めてゲットできた時とかなんかは、なんかストーリーモードでね、なんかあったのよね。なのでここにはないやつかな。なんでそんな感じのが、氷イベントとかしかここには書いてないんですけど、まあストーリーモードね追加されて、なんかあったんで、それに近い形大昔のね吹雪姫ゲット動画を見ればわかるんだけど、なんか変な、確か映画監督かなんかがいて、そんで映画がいいシーンが撮りたいみたいな、なんかそんなやつだったような記憶だったんだけど、なので、またね、多分星いくつとかみたいな、そんな感じだったのかな、吹雪姫の時は、確か。なんで、そんな感じになるのかなと思いますね。はい。まあとりあえずね、イベントとは別なのかな、どうなんだろうね、イベントはイベントであるのか、それはそれでねちょっと楽しみにしたいと思いますけどね。なのでいいね、ほんといいね、私この大好きですね、この修練ね。そして修練の強化はね、この交換所でね、今回この修練にね関わるアイテムねゲットできますんで、まあねこうやってゲットしちゃいましょう。まあちょっと数はあんまりないんだけどね、まあ一応ここは国取り頑張れば結構かけらとか全部ねゲットできると思うんで、まだまだね日程があるんで頑張りたいですね。おすすめ妖怪もジバニャンシャドウどうしようかな、衝突できないからなーって感じですね。でもこのね
玉璽とかもね結構たくさんゲットできるんで、できる限りね国取り頑張って金貨はね貯めたいと思ってます。そしたらごめんなさい、修練ね鍛えたいと思います。一応 E ランクとかねこの辺はねジャンプアップするときには必ずねこのこいつがいります。そして他のね D のところでもこうそう10、これ D はね今回は E はレベル10だけど D はね20まであるんだよね。だから E だったら10の時、 D だったら10と20の時、 C だったら多分10と20と30の時にねこんな感じでたくさん強化にねいるって形で経験値ベースがね上がっていく感じに、ね、なっていくんだよね、修練ね。うん、そんでまあでも修練 D とか超えたら10分でね10分で3200って言ったらすごいよね。ほんとカイジの借金のようにすぐ膨らむじゃないけどね。なので一応まあレベルね上がっていくとかなりね銅のあれとか必要なんだけど、その節目のタイミング以外はそこまでねまあ、このベースもね低い時もあるんで、まあ、ちょっと今回ねこれで E ランクが全くなくなるんで、うん、これでねベースが上がるって感じになります。一応ね虎泣きとかずっとつけてると2日間でね25万経験値とかね、うん、ジバニャも3日間で26万とかね、こういう大釜は6日もいるから71万とかね、かなりね、うん、積み重なると経験値いっぱい稼げるんで私は大好きです。これが早く無料に準備中がね無料報酬でいけるようになるのをちょっとね待ってるって感じかな。はい、そして今ね国取りでは今ね国取りだとジバニャン金貨ね、ジバニャン金貨じゃねえ、ジバニャン金貨アップ妖怪がまたねクユニャン、ジバニャン、コマさんってなってるんで、まあねなんかアニメでコマゴロ本当に出るのって感じだけど、コマゴロ、コマミちゃんもコマゴロもいるみたいなんで、まあどんな妖怪また追加されるか分かんないけど、この木にねコマさんとジバニャンね育てるのがいいと思うんで、今回ね小生召喚したいと思ってます。コマさんと召喚したいと思います。もうねイーコンはね揃ってきましたね。コマさんがねほんとね育てやすいしね強いしね、光栄火の妖怪なんで、まあちょっと今ねエビスがイベントやってるんでケマモン育てようかな。うん、よいしょ。まあこんな感じでねコマさんいいと思うな。今俺小生札4000枚あるんだけどね、どれに使うかほんと迷ってて、誰かほんと教えてほしいぐらいな勢いなんだけどはい、でよいしょ、こいつもねシーコンも一丁いっぱいあるんで、これでコマさんねあげちゃいましょう。コマさんもね育つとね、育てやすいし育つとねあれよいしょ、うん、今私超6凸の87で5400もね戦力あるんで、まあ、この辺ね降臨でやればいいし、この辺もね高難度チャレンジ、これはイーコンだし、ここもねなかったジェットニャンがあれば降臨でゲットできるんで割とね行きやすいので行っちゃいましょう。金貨アップなんでね、どんどんねコマさん、小生コマさんと小生ジバニャンをね育てるようにしましょう。超限界突破7。はい、という感じで、うん、国取りを頑張りつつねハイスコアチャレンジね残り1日になりました。まあ1日つか実質ね月曜日の午前中に14時までかな、うん、それなんですけど、おいいね、初級が1万2000人になりましたね。1万2000人ぐらいユーザーがいるっていうことでねいつも見てますね。雨み、そう、まあ、あとはねちょっと本当
ブーストはもうちょっと40でやって、あとはね、11個、また回復するやつね買って、それで最後ねやりたいと思います。でね、きっちりね綺麗に少しずつちゃんとやるとスコア上がるんでね、最後ね自分のね戦うやつが、まあ編成自分ね使ってると思うけどね、これ名前は貼ってないけどね、中級上級って全部分けてると思うんだけど、うん、それのねレベルが、まあ、上がりきったところで再度ね一通りやるとスコアねとっても上がるので、まあ特攻がねなくてもね最後それぐらいやるともうすごいね僅差でねみんな順位が決まってるんで、うん、非常に有効かなと思ってます。5個いっちゃうかな、エキス。このねブーストは買わなくてもエキスをね最後買って100宝珠分買ってやろうかなと思います。なんかあとこれで音がティリリリンって鳴り続けることありますよねたまに。あー落ちなかった、このなんか大丈夫だったかなさっきねやった時ね鳴り続けたんだよね。ちょっとそれもお見せしましょうか。今日のね極級お手形編、なんかもう手形がなくなってくれた方がもう手形使えなくていいような気もする。普通に周回した方がねポイント貯めれるからな、得が落ちてくれればいいんだけどな、落ちねえずらなんかね音がねキーンってねそうスコアのねポイント加算の音楽がずっと鳴り続けるっていうね、まあ国取りでもね一回起きたかな、うん、まあ長い時間になっちゃうっていうそれだけなんだけどね、うん、はい。ということで今回ねマジで苦戦してるんですけどね、ちょっとブースエキスを買ってね4冊落として、あとね雨サボってんだよな、あとこれラッキーチケットもなんかあんまり今回なんか気持ちが使う気に起きないんだよななんでだろううん、ちょっとそれもね最後やりつつちゃんとやんないとね。恵比寿さんがグレードがまだ全然4なんだよね、ちょっと本当にサボってるんで、いやー頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じします。映画次回はね、なのでマップ追加っていうよりはちょっとストーリーイベント、そのストーリーでなんか共闘に似たようなイベントになるのかなと思うんだけど、まあ共闘じゃないんだけどね、うんうん、なんか、まあ、マップ追加だったら結構ねたくさんね追加してくれたら超嬉しいだと思うけど、まあクリスマスイベントって書いてあるんで、まあちょっとそれ用のなんかね冬にゃんととのやり取りで、なんかでもねドロップできるイベントだったらないいなと思いますね。ってことは映画イベント来ないのかな、なんかテイストじゃないんだよね、うん、三国志だとねはい、まあまあちょっとねストーリーイベント楽しみたいと思います。そしてねアップデート、フェスガシャね、この超強い小生助手ね、皆さんねどうすかね、うん、スキル継承、まあ私両毛じゃねえ、ホートを持ってないんであれだけどね、これに助手をつけたらきっと強くなるんだろうなっていうところで、うん、まあ自分はチケットしか回さない主義なんであれだけど、まあゲットできた方はね小生助手に助手をつけるのかなっていう感じだよな。でも助手好きだからなんかな、溶かしたくないっていうか継承したくないんだよねっていうのもありつつね、またスーパーマシンがまた1体ね誕生したなって感じがしますね。はい、じゃあ今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、うん、このキャンペーン楽しみですね。フォープラプラもまあねあるけど、300万ダウンロード記念もなんかまたあるみたいなんで、ね、それを楽しみに待ちましょう。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。